これもまあ貴重車になるんですけどもね、セリカラリーでございます。で、それがまあこちらでございまして、セリカラリーなんですが、これは、フルタイム 4WD マシン ST165 型セリカで初のドライバーズタイトルを獲得ということですね。これは1987年の WRC を早すぎて危険性が増したグループ B に代わり、グループ A 連続する12ヶ月で5000台生産された車両をベースに製作。外形は大幅な改造は不要、レギュレーションに変わった。その年は規定的に A70 型スープラで参戦するが、1988年にはトヨタの初のフルタイム 4WD マシンから4代目セリカ GTFOUR ST165 型をデビューする。で、当時のディストラクター、空気導入給水設備と最低限需要設定に最も重視と排気量と言われた、2リットルターボ、シングルアクセルの3S GTE 型を搭載。パワーこそ295馬力だったが、トルコは50キログラムに含まれ、低周回転地上周エンジン、ノーマルは185馬力、24.5キログラムに、前後トルク配分50対50のコンベーションのフォーダブルシステムを含めます。で、初勝利を飾るまでは1年強を残したが、1990年にはカルロス・サインズ選手が年間4勝を告げて、日本メーカーとして初めてトヨタ WRC タイトルをもたらす。で、翌1991年、カルロス・サインズ選手が年間5勝を告げたものの、最初ではタイトル獲得とはならなかったが、当時 WRC 最強だったランチャーデータの法則を崩し、チャンピオンを獲得した ST165 型セリカの活躍により、トヨタが WRC になくてはならない最強強豪チームの仲間を任せたということなんですね。で、その、まあ、車ということで、後にこう5代目のね、セリカをベースとした、車になります。まあ、これが、まあ、そのトヨタセリカの あのラリーカーというやつですね。今でもまあこれ貴重になりましたね。昔はよくこれありましたけど、今ではもうほとんど見かけることがあまりなくなりましたけどもね、なかなかの貴重車です。で、当時はこうミラーもねついておりましたし、こうやって185と書かれているのも誇らしいですね。で、内装がこういう風になっていて、なかなかのいいなと思います。で、後ろもこういう風になっていてね、セリカの何人の特徴を見事にね、まあ、再現されているところが、まあ、素晴らしいなと思う、車でございますね。というわけで、どうもありがとうございました。